張ろう神戸、あの時を忘れない。優勝した時のオリックスのユニフォームっていうことで、はい、興奮してます、はい、その優勝した時のユニフォームを、今年こうやって着るので、今年ぜひ優勝できるようにという思いも入って着ると思うんで、ワクワクしてます。僕は京都の上の方なんで、そんな被害はなかったんですけど、やっぱすごい朝方目覚めて揺れて、はい、でその後テレビですごいことになったんで、はい、そういうのを思い出します。いやもうちっちゃかったんで、その被害のその大きさいうのは そんなに分からんと、まあ、ただすごい地震が来たいうことで目が覚めました。やっぱこれ頑張ろう神戸っていうのがすごく印象に残ってます。同じです。すごい明るい話題がオリックスのその勝ってるとこだったんで、すごい勇気づけられたと思います。普段と違ったユニフォームなんで、まあ新しい気持ちというか気持ちも変わると思うし、まあそういう20年経ってまたそういうね、勇気づけられるような活躍がしたいと。今のユニフォームもかっこいいんですけど、この昔のユニフォームもかっこいいなと思うんで、その日は皆さんもこのユニフォーム着てもらって球場来てもらいたいなと思います。